C 国の一帯一路プロジェクト討論番組において、日本を非難した C 国人をイタリア人経済学者が完全論破しました。C 国の裏事情に不信感を持ったイタリアは、今まで協力してきた一帯一路プロジェクトからの撤退を検討しています。この動きを受け、C 国は討論番組を開催。目的としては、議論を通じてイタリアの撤退を阻止し、国民意識を一つにまとめることです。こうして始まった番組内では、C 国の専門家とイタリア人経済学者による議論が白熱。C 国側はイタリアの早急な撤退判断を批判し、一帯一路の利点をアピールしました。対するイタリア側は、C 国の技術盗用や情報隠蔽の姿勢を厳しく批判します。その中で、彼らは C 国の真実について言及しており、日本に対する情報操作の観点から、C 国の核心をついた一言で会場を凍りつかせます。一体イタリアはどういった C 国の闇を目の当たりにし、それを世界に伝えようとしたのでしょう。それでは、今回はイタリアが暴露した C 国の裏側と、それに対する海外からの反応をご紹介します。C 国の一大プロジェクトからイタリアが撤退。イタリアは近年、多くの国々と共に C 国の大規模な経済計画である一帯一路プロジェクトに参加してきました。このプロジェクトは C 国が主導するもので、シルクロードの現代版としてアジアからヨーロッパにかけての経済圏を形成することを目指しているものです。これには多数の国が参加しており、それぞれが経済的な利益を追求しています。しかし最近の報道では、イタリアはこのプロジェクトからの撤退を真剣に検討しているとのこと。その背景には、プロジェクトの進行に関する懸念や他の参加国との関係、さらには C 国との二国間関係に関する課題などが考えられるでしょう。イタリアと C 国は歴史的に様々な経済的、文化的交流を持っています。しかし、近年 C 国の経済的な影響力が増大する中で、イタリアの中には C 国との関係を再評価すべきだと考える声も上がっているのです。一帯一路プロジェクトはその一例とも言えるでしょう。このプロジェクトに参加することで、イタリアは多くの経済的な利益を追求することができると期待されていました。しかし実のところ、その利益が期待通りに実現されるかどうかはまだ不明確です。さらに、プロジェクトの進行に関する情報が不透明であることや、他の参加国との関係が複雑であることなど、様々な懸念が浮上しています。一方、C 国としては、イタリアがこのプロジェクトから撤退することは大きな打撃となるでしょう。イタリアは欧州の主要な経済大国の一つであり、その市場は C 国にとっても魅力的です。したがって、イタリアの撤退は、プロジェクトの成功にとって大きな障壁となる可能性があります。このような背景の中、イタリアの政府や経済界は、今後の方針をどう定めるのか、慎重に検討していくことが必要です。一帯一路プロジェクトに関する今後の動向は、イタリアだけでなく、他の参加国や関心を持つ多くの国々にとっても注目の的となるでしょう。 C 国のメディア戦略が完全暴露。 C 国は国際的な力を増してきた中、テレビやメディアを駆使して国民の意識を形成し、外交政策を補完する戦略をとっています。その一環として討論番組が注目を浴びており、特に国際問題に関する放送が増えてきました。これは国民の意識を一つにまとめ、C 国の立場や方針を強化するための重要な手段となっています。最近、C 国の一帯一路プロジェクトに関して、イタリアが撤退を検討しているという報道がなされました。これは C 国にとって大きな損失となる可能性があるため、C 国政府はこれを回避するための策を練っています。その一つとして、討論番組を通じて、イタリアの撤退を防ぐことを狙っているのです。討論番組は、視聴者に情報を提供するだけでなく、意見や感情を喚起する役割も持っています。 C 国政府はこの力を利用して国民の意識を形成し、外国との関係をより良好にする方向へと導くことを試みているのでしょう。特にイタリアとの関係は経済的な利益だけでなく、政治的、文化的な側面も含めて非常に重要とされています。実際の討論番組は、 C 国の専門家や学者たちがイタリアの撤退に関する問題点や懸念を取り上げ、それに対する反論や提案を展開するという内容。これにより視聴者は C 国の立場や方針を理解し支持することが期待されます。しかし、このような番組が必ずしも事実を正確に伝えているわけではありません。政府の意向や方針を反映しているため、
一部の情報がねじ曲げられ伝えられることもあるでしょう。そのため視聴者は様々な情報源から情報を入手し、自らの判断を下すことが重要となります。結局のところ C 国の討論番組は国民の意識を形成するための重要な手段となっていますが、それを鵜呑みにするのではなく、多角的に情報を収集し客観的な判断を下すことが求められるのです。一帯一路プロジェクトに関する今後の動向は C 国だけでなく参加国や関心を持つ多くの国々にとって注目の的となるでしょう。 C 国とイタリアの関係は経済、政治、文化など多岐にわたり、その中でも一帯一路プロジェクトに関する議論は特に熱を帯びています。この討論番組では C 国側とイタリア側の専門家が集まり、それぞれの立場や見解を明らかにしながら議論を深めていきました。 C 国側の専門家は一帯一路プロジェクトの意義や目的、そしてイタリアの参加の重要性について強調します。そしてこのプロジェクトがアジアとヨーロッパの経済的な結びつきを強化し、多くの国々にとっての利益となると主張。特にイタリアの地理的な位置や経済的な規模を考慮すると、その参加は不可欠であるとの立場を取りました。これに対するイタリア側の専門家は一帯一路プロジェクトへの参加には賛成であるものの、進行方法や取り決めに懸念を抱いていることを明らかにします。特にプロジェクトの詳細や透明性、そして将来的なリスクについての情報提供が不足しているとの指摘がありました。議論の中、両国の専門家は相互理解や協力の重要性を強調しましたが、それぞれの国の利益や立場を最優先とする各々の考え方の違いも明らかになったのです。それでも諦めず、 C 国側は一帯一路プロジェクトを成功させるための強力なリーダーシップを強調し、イタリアの参加を要求。こうした C 国の主張に対し、イタリア経済学者は日本が関係する衝撃の事実を引き合いに出し、 C 国を論破してしまいました。果たしてイタリアの学者は何を語ったのでしょうか。詳しくご紹介します。イタリアが指摘する C 国ビジネスの闇を徹底解析。イタリア人学者の話では、最近の報道で日本が福島での原発事故の処理水を放出した際、 C 国内では日本の処理水の危険性を大々的に報じていたといいます。これにより C 国政府は日本からの食品の輸入を規制し、 C 国国民も日本製品の不買運動を展開。そして日本への旅行キャンセルが相次ぎました。さらに C 国が自国の自動車ブランドである BYD の利益増大のために自動車の輸入規制を実施しようとしましたが、最終的には海外への輸出を考慮し規制が見送られた点についても触れていました。規制はしない一方で、国民に対しては BYD の利点のみを強調し、その購入を奨励していたといいます。その結果 BYD は C 国政府の期待通り人気を博したそう。このような事例から C 国のメディアの情報操作に疑問を抱き、今回のプロジェクトへの協力には否定的だと主張しました。これに対し C 国の教授は、日本の処理水が危険であるというのは事実で、日本が安全性を確認せずに処理水を放出したこと、その事実を国民に伝えた C 国政府の行動は正当であると言います。また C 国の自動車ブランド BYD が人気なのはその品質の良さからであり、他国の車が売れないのはそれらの会社に魅力がないからだと主張。こうした C 国の根拠のない反論に対し、イタリア人学者の正論が突き刺さります。 C 国で最も売れているものはガイガーカウンター放射能測定器です。彼の言葉に会場がざわめきました。そして彼はさらに話を続けます。かつて SNS には C 国国内の家で測定した放射線量が東京の976倍であったという投稿がありました。これは基準値を超える放射性物質が含まれた建材が一般に使われているからです。会場は静かに彼の言葉を聞いていました。一方で日本の食品の放射線量は微量しか計測されなかったと彼は主張します。 C 国政府は国内の住宅の危険性を国民に伝えることなく、日本の処理水の危険性を強調し、それによって国民の注意をそらしました。日本の処理水は国際原子力機関の監視下で安全性が確認されていますが、それにもかかわらず C 国の政府とメディアは日本の処理水を危険であると描写しています。さらに彼は C 国の原発のトリチウム放出量についても触れ、 C 国の原発で排出されるトリチウムの濃度は福島の処理水よりもはるかに高い、にもかかわらず C 国国民はその危険性を知らされず、
逆に安全である日本を危険であると誤解していると指摘しました。この真実を暴露された教授は黙り、ざわついていた観客たちも静かになります。イタリア人経済学者は彼の言葉で議論を支配しました。この対話を通じて国々の政府とメディアの報道の違い、そしてその中で生まれる国民の誤解や先入観がいかに深刻であるかが明らかになったのです。一帯一路と国際協力における誠実さと相互尊重の不足。一帯一路の概念は初めは多くの国々にとって有益に見えましたが、今やその本質が問われ、特にイタリアはその利点に疑問を抱いていました。他国間での協力が要求される計画であるにもかかわらず、 C 国が他国への尊重を欠いているように見えます。 C 国は自国の利益ばかりを優先し、他国のテクノロジーを利用して利益を追求しようとしていました。対照的に日本は他国を尊重する姿勢を持ちつつ寛大に C 国に接しています。しかしながら日本の寛大さが逆に利用され、テクノロジーを無断でコピー、そして C 国の製品として低価格で売られているのが現状です。 C 国はテクノロジーを盗むことはあっても、それをさらに発展させようとする努力は見られません。イタリアはこのような C 国の本質を理解し、一帯一路からの撤退を真剣に考えています。収録の後、イタリア人学者は、 C 国人には真実を知ってもらいたかった、政府に騙され続けるのは悲しいことだと語りました。そしてC 国が日本のような隣国から学ぶべきだと提案します。日本から学び、技術を盗むのではなく学び取り、他人を攻撃するのではなく尊敬し、自国のことだけを考えるのではなく協力してくれた全ての国を思いやることが必要です。彼は C 国が誠実に接することで日本とより良い関係を築けると信じていますが、それが現実になるかは未だ不確かですね。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。あのイタリアの専門家は素晴らしい。彼の話す内容は的確で、一言一言が心にピシッと響くのが感じられるわ。討論ってこんなに面白くて深いものなのかと気づかせてもらったよ。あの議論の中で時々緊張感が高まって火花が散るような場面があったよね。もう少し冷静に和やかに話し合ってほしいと思ったわ。イタリアの専門家が出しているデータや情報、その出し方が本当にプロフェッショナルだと感じた。データを元にした彼の論点や議論は非常に納得のいくものばかりだった。 C 国の方針には疑問を感じるわね。一帯一路計画の真意だったり、他国の技術の取得方法についても慎重になるべきだわ。みんなが相手を尊重しつつ国の未来を思って話し合ってるのを見ると、ほっこりと温かい気持ちになるね。こんな興味深い討論、絶対に友達にも見てもらいたい。国境や文化を超えての議論がこんなにもエネルギッシュでパワフルだとは思わなかったな。見ていてハラハラさせられたよ。異なる文化や背景を持つ人たちとのコミュニケーションの大切さを今回の討論を通して再び感じることができたわ。イタリアの専門家、彼の話し方や論点は確かに魅力的だけど、ちょっと自分の意見を強く出しすぎな気もする。もう少し他の専門家の意見も受け入れる姿勢が欲しいな。海外の反応を見ると、文化や国境を越えても多くの共感点があることに驚きます。しかし、白熱した議論の雰囲気に少なからず不安を覚える人もいるようですね。異なる視点からの意見は新鮮で、私たちの考えを広げるきっかけとなるのでしょう。今回の討論を通じて、異なる文化や背景を持つ人々とのコミュニケーションの重要性を強く感じました。各国の歴史や文化には大きな違いがありますが、私たちの心や感じることは案外似ていることに気づかされます。C国のように目の前の利益を追い求め、メディアの情報操作で国民を騙す行為は、長くは続かない漬け焼き場のようにも感じます。このように不安定な状況下で異なる意見や視点に触れることは、私たちの知識や理解を深め、より豊かな人生を歩む手助けとなるでしょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。